客さんの笑顔のために、誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。大さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は冷ややっこはもう飽きた、豆腐アレンジレシピがテーマとなっています。今日は大さんにこちらの一品を教えていただきます。いい湯気が出てますね。豆腐とエビのあっさり煮込み。大さん、こちら本棚の魚介類の旨味もしっかり味わえる一品なんですよね。はい、そうですね、旨味がいっぱい出てますね。はい、豆腐もエビもプルンプルン、プリンプリンになりますので、ぜひ皆さんもそのコツを参考にしてください。では早速クッキングスタートです。はい、それではまず豆腐から切っていきます。主役のお豆腐ですね。はい、はい、今日は一丁使います。はい、これは絹、今日は絹ごし豆腐ですね。はい、絹ごしでも木綿でも大丈夫です。はい、はい、まず3等分に切ります。まず3等分、はい、これ四角く切るんじゃないんですか今日は。そうですね、今日はひし形に切るんですけど、とりあえず3等分にして、ここから包丁を斜めに入れてひし形にします。へえ。別に垂直に入れて、正方形でもいいんですけど、はい、なんとなく美味しそうかな、ひし形。なるほど、それだけです。見た目がね、はい、そうですね、そうなるんですね。はい、よいしょ。はい、このような感じで切ってやります。はい、あ、確かに綺麗なひし形ですね。はい、ちょっと杏仁豆腐みたいな。あ、そうですね、杏仁豆腐みたいですよね。はい、こちらの豆腐をまずボイルしていくんですけども、沸かしているお湯に対して 1% 程度の塩を入れてやります。まずお湯にお塩です。はい、ここに切った豆腐を入れてボイルします。はい、わ、綺麗な形。はい、はい、ここで基本の木になります。はい、まず豆腐はボイルすることによってこうプルンとした食感になります。であとボイルするお湯に塩を入れることによって、塩と豆腐は相性がいいので豆腐の旨味がより引き出されます。なるほど、はい、これが豆腐をプルプルにするコツなんですね。そうですね、はい、じゃあボイルしている間にエビに下味をつけていきます。はい、はい、よく洗って水分を切ったむきエビです。はい、ここに味を入れていきます。はい、はい、まずお酒です。お酒が小さじ1です。はい、塩です。一つまみぐらい。はい、で胡椒です。胡椒は少々です。はい、入れたらこれをしっかりと揉み込むように味を入れていきます。はい、はい、こちらうま味になります。はい、エビにしっかりと味を揉み込むことによってエビがこうプリッとした食感に変わります。味がこう入りすぎるっていうことはあんまり心配しなくてもいいですか？そうですね、もう塩一つまみですので、こう味がついてることによってエビの旨味も引き立てますし、はい、しょっぱくはないですね。はい、でしっかりと揉み込んだらここに片栗粉をまぶします。片栗粉は大さじ3です。はい、入れたら、はい、エビ一つずつにこう全体に片栗粉がパラパラにまぶされるように混ぜてやります。こう一個ずつパラパラですよね。はい、そうですね、しっかりコーティングされてきました。はい、で片栗をすることによってこの後煮込んだ時にあんと絡みやすくなりますので、周りに片栗をまぶしてやります。はい、はい、そしたらこのエビも今ボイル、豆腐をボイルしているお湯に入れて一緒にボイルしていきます。同じ鍋でいいのがまた嬉しいですね。そうですね、もう同じ鍋で大丈夫です。はい、はい、もう入れたそばから色が鮮やかに赤くなりますね。はい、そうですね、はい、はい、でエビを入れて、はい、はい、さらにですね、ここに干し椎茸、干し椎茸も豆腐と同じような感じでひし形に切ってあります。同じぐらいの大きさ、ひし形に、はい、今日は2個分切ってあります。なかったら普通の椎茸でもいいですし、舞茸とかキノコを入れた方が味が出ていいかと思います。わかりました、お好みのキノコ。はい、でさらに銀杏の水煮ですね、はい、これも入れてやります。20粒分です。はい、この銀杏のちょっと苦味がまた美味しいですよね。そうですね、はい、はい、じゃあこれをボイルしている間に、はい、別のフライパンに行きます。はい、はい、熱したフライパンに油をなじませます。だいたい大さじ1の油を、はい、大さじ1ですね。はい、
入れます。じゃここにネギと生姜、1センチ角に切ったネギと生姜ですね、はい、これを入れてあります。細ネギは1分の1本分、それから生姜が1かけら分ですね、はい、これを弱火でじっくりと炒めてやります。炒めることによって油にこうネギと生姜の香りを移します。はい、結構あの細ネギとかは割とまあ1センチくらいなんで、はい、そうですね、大きめですよね。そうですね。で生姜は薄切りにしてあります。はい、でも油の香り付けもありますけど、これ食べた時に、はい、結構こう存在感ありますよね、細ネギも生姜も。そうですね、香りが広がってそれはそれで美味しいですよね。美味しいです。はい、で油にネギと生姜の香りが移ったら、ここにカニ肉、はい、ほぐしたカニ肉を入れます。やったー、カニ肉です。 50g、 贅沢ですね。贅沢ですね、うん、はい、でカニ肉を入れたら、ここではしっかりと炒めてやります。はい、はい、こちらがうま技です。はい、カニ肉はしっかりと炒めることでカニの臭みが抑えられて、さらに旨味が引き立ちます。しっかりここじゃあ時間をかけて炒めてあげた方がいいですね。そうですね、はい。あ、いい、こうカニの香り、ね、カニの香りも上がってきましたよね、はい、はい、これぐらいしっかりと炒めたら、ここに鶏ガラスープを入れます。 350ml です。はい、そしたら今度豆腐とエビ、椎茸、銀杏が入ってる方ですけども、はい、そうですか、ボイルすることによって豆腐がこうプルンプルンとした感じ、食感になりますので。あ、本当ですね、見た目から分かります ね、 そうですね、はい、これぐらいまでボイルしてあげたら、こうお湯を切ります。はい、湯切りです。はい、豆腐崩れないようにまあ優しく入れてあげます。丁寧に、わー、すごく本当柔らかそうですね。そうですね、プルンプルンって感じですね、はい、ボイルするとやっぱ違うんですね、はい、でこれをカニ肉を入れた鶏ガラスープに入れてやります。ここで一緒にします。はい、あー、グツグツ言ってます。美味しそう。はい、で今熱いスープにボイルした熱い豆腐とか食材を入れましたけど、はい、熱いもの同士を合わせることによって食材の旨味がよく出ますので、今合わせたことによってスープにエビ、カニの旨味もしっかり出てるはずです。なるほど。じゃあ熱いものと熱いものを合わせることで、よりこう旨味が相乗効果みたいな。そうですね。はい。へえ。で沸いてきたのでも味を入れていきます。まずお酒です。お酒が大さじ3。で塩です。塩は小さじ1です。はい、で胡椒です。胡椒は少々。今日本当あの大さん味付けシンプルですよね。でも酒、塩、胡椒だけですので、はい、塩でもう全て決まりますね、味付け自体は。確かに、だからこそ難しいところもあると思うんですけど。そうですね。味見した時のポイントとかってありますか？味見した時のポイント、はい、若干味が薄いかなぐらいで大丈夫です。あ、分かりました。味見した時に味がぴったりとかだったら、食事として食べたらやっぱしょっぱく感じるので、はい、少し薄いかなぐらいで大丈夫です。美味しいじゃなくてちょっと薄い味かなぐらいがちょうどいいってこと。そうですね、はい、でちょっと今日は味見してみますね。はい、美味しい。タイさんの笑顔、そして美味しい、いただきました。そこエビ、カニ、椎茸の旨味がしっかりスープに出てますので、はい、はい、大さんも笑顔で美味しいというぐらいの、じゃあバッチリですね。バッチリです、はい、はい、じゃあ仕上げていきます。はい、でここで見た目で彩りでグリーンピースを入れます。30粒です。はい、緑が加わるとまた違いますね。そうですね、はい、で水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。最後に仕上げです。はい、水溶き片栗粉でとろみをつけるときは火を弱火にして、はい、はい、片栗を細く入れてやります。一気に入れるとそこの場所でダマになっちゃうので、火を弱くして細く入れます。はい、で入れたら優しく押しながら混ぜます。うん、弱火で糸を引くように。そうですね、細く入れる、はい、細くがいいですね。はい、細く入れて、入れたらすぐに優しく混ぜてやります。はい、絹ごし豆腐だから優しめの方がいいですよね。そうです、お玉の後ろで優しくですね。はい、そしたら火を強火にして
沸かしていきます、はい、片栗粉を入れたら最後は強火、はい、ここでしっかりと沸かしておかないとまた水溶き片栗粉がせっかくこうとろみがついたのが水に戻りますので、はい、ここでしっかりと沸かしてやります。あーグツグツいってます。確かにとろみもよくわかりますね。そうですね、はい。あーでもエビの赤と銀杏の黄色とグリーンピースの緑といいですよね。色合いもすごくいいですね。はい、じゃあこれでできましたので、今日は豆腐が崩れないようにこのまんま鍋に流し入れるように盛り付けてやります。流し入れる、はい、うわー美しい。はい、これで出来上がりです。あー美味しそう。こちらで豆腐とエビのあっさり煮込み調理時間20分で完成です。さあそれでは今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はこちらとなっています。ポイントです。豆腐は塩を入れたお湯でボイルをしました。豆腐はボイルすることでプルンとした食感になって塩で旨味が引き出されます。エビも下味をしっかりと入れることでプリッとした食感になり、カニはよく炒めて使うと臭みが抑えられ、なおかつ旨味もしっかり出ます。魚介の旨味を生かした豆腐のあっさり煮込みです。ぜひ皆さんも作ってみてください。では少し前に作ったものですが、青山さんお召し上がりください。いただきます。もうエビとカニのいい香りがしてますね。はい、まだ熱いですよ。あ、美味しい美味しい。これでも大さん、本当お酒と塩コショウだけとは思えない味の深みがありますね。うん、食材の旨味を引き出してますよね。キノコとかも入ってますもんね。これあのカニ肉とか入れましたけど、魚介類って他のものでもいいんですか？他のものでもイカ入れてもいいし、贅沢にホタテなんか入れたらより味も出ますし、いいと思います。そうですね、ぜひ皆さんもお好みのキノコやお好みの魚介類を使って作ってみてください。さあ明日はですね、山本京子先生に滑らか豆腐テリーヌを教えていただきます。こちらも楽しみにしていてください。大さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。